あの辺の方全く声聞こえないと思うんですが、アドバンダリートレーニングっていう、動物が自ら自分の健康管理と、病気の治療のためにトレーニングをするという、ストレスなくトレーニングしていくっていうのを目的にやってるもの。普段はここでやらない、寝室でやります。だからその形でやってるので、こっちが血欲しい時には腕出してねって出してくれます。簡単に血抜けます。それそのトレーニングの全てというか写真なんですが、王子動物園スタッフブログっていう中に、総括っていうところがあります。そこを押していただくと私のだけ出てくるんですが、最近忙しくてずっと書いてないんですが、過去に遡ってもらうとこの子のトレーニングの風景と実際に血が抜けてるところ、そこまで写真載せてますので、ぜひご覧になってください。